写真拡大。日本ハム斎藤佑樹投手31が2日札幌市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸1600万円から現状維持でサインし、7年連続ダウンを回避した。金額は推定、本当に10年目をいい形で終えられるようなシーズンにしたい。プロ9年目の本季は1軍戦11試合に出場して0勝2敗、防御率 4.71。 2年連続で勝ち星を挙げられなかったが、ショートスターターなど新戦略の中で新たな可能性を示した。ポジションは関係なく、チームが優勝するために結果を出すための一つのピースになれればいいなと思います。オリンピックが開催される年でもありますし、北海道から盛り上げていきたいです。イースタンリーグは18試合に登板して4勝2敗、防御率 3.49。 プロ10年目を迎える来季へ決意を込めた。